はい、どうも皆さん、こんにちは、ミスタープランクスです。はい、今回はですね、メンヘラという言葉を皆さんご存知でしょうか。まあ、簡単に言うと、メンタルヘルス、精神を病んでいる人々のことでございます。そんでですね、なんか身近な人とか学校にね、メンヘラの人いるんだけど、ちょっとね、何考えてるのか分かんない、なんで手首切るの、なんで病んでるのというふうに、まあなかなかね、理解されてないのではないかと思ったんで、まあ今回はメンヘラの人の行動と性質についてね、まあなんでかっていうのをね、まあ理由をね全部言っていきたいと思います。今回はかなり、まとめております。まず1つ目、メンヘラの人っていうのは基本的にリストカットをします。だから手首に、なんていうの、切り傷、カッターで切ったような切り傷が、まあ、たくさんあることがあります。そんでね、まあなんでリストカットなんかするの、なんでするのっていう人がいるんですけど、まあこれにお答えしましょう。なんでかと言いますと、まあよくね、自分を責めたくなる時ってあるじゃないですか。なんていうの、例えばサッカー部だとしましょう。もしね、自分がサッカー部だとして、まあよし、行け行け、お前シュートだっつって、まあ僕がシュートする場面になるじゃないですか。でね、まあシュートを外すじゃないですか。で、おいお前何やってんだよ、お前今のチャンスだったじゃんみたいな感じで、まあ仲間から責められるわけですよ。でまあ自分の中でもね、なんで俺のバカだな、なんであのあそこでね、なんかもうヘディングでもういけたのに、なんで俺もできなかったんだ、俺のバカ野郎と思う時あるかもしれません。そんでね、まあ自分の頭を、まあ中にはね、もう俺のバカ野郎っつって頭をバーンって殴るやつとかいたり、もうバカ野郎っつって太ももをね叩いたりしたりね、まあそうやって自分をね、もうバカ野郎っつって攻撃したい時とかあるのかもしれないんですけど、簡単に言うとそれです。はい、リストカットっていうのも簡単に言うと自分を責める手段です。だからもう自分バカ野郎って思ってる時にの行動の一つですね、リストカットっていうのは。実際僕もですね、まあリストカットをしてる人とかにね、聞いてみたことがありまして、それ頭とかを叩いた方がもっとストレス発散できんじゃないって聞いてみたわけですよ。なんかもう普通にそれ手首切るより普通に頭を柱にぶつ、もうそれもそう言ってる俺もおかしいのかもしれないんですけど、もう普通に柱とかに頭ぶつける方がもっとスッキリすんじゃないって、もっと自分攻撃できんじゃねって、まあ感じで言ってみたんですよ。自傷行為をするならそっちの方がいいんじゃないみたいに聞いてみたら、いやでもなんかむしろそっちの方が手首切るより怖いということで、まあ、実際のところリストカットって実はあんま痛くないでしょうしね、多分。いやまあ結構痛いだろうけど、本気で切ったら結構そんなね、深くざっくり切ってるような人はそんなにいないんで、まあ確かにもうカッターナイフがあればできるし、はっきり言ってそんなね、確かに自分の頭ボコボコ叩いたら親来ますもんね、そりゃ あんた何してんのよって、そういう風にも気づかれないから、まあ確かに一番合理的なんじゃないかなと僕は思います。はい、うん、まあ確かに言われてみれば合理的だなぁと思いました。2つ目、これがね、メンヘラに近づく遊び人っていうかね、メンヘラ、もうこれがね、一番メンヘラに近づいてくるやつ、やからが多い理由。2つ目、性欲が強い理由。まあなんでかっていうと、簡単に言うと、まあ精神を病んでるということは、四六時中心にストレス、多少なりともストレスがかかっているわけですよ。でも僕の場合なんかですと、ストレスがかかると、もう飯を食うわけですよ。とにかく俺はもう、ストレスがかかると食欲が出てくる。あと物欲。性欲は出ないけどね。うん。とにかく物欲かな、一番。もうなんかもう金遣いがとにかく荒くなるのと一緒で、まあ三大欲求、物欲、食欲、性欲ってありますけど、まあメンヘラの方の場合はそれが
まあなんか別に食欲が強くなるメンヘラの方もいるんじゃないのかなと僕は思いますけども、それがたまたま性欲だということだけです。はい、だからこれも別に普通の人とはっきり言っちゃえば手段形が違うだけで根本は同じなんだけどね。3つ目、病んでる理由。なんで君病んでるのという人がいるんですけど、いやーわからないでしょうねと私は思いました。わからないんじゃないのあなたには、まあ僕含め、うん。だってまあ基本的にメンヘラの方々、まあ病んでる方々というのはですね、家庭環境がかなり悲惨です。もう親に虐待されてたりね、親から飯もらえてなかったりっていう子もね、もう今まで僕が関わってきた人たちの中では結構いました。っていうかほとんど、うん、家庭環境が劣悪、うん、本当に家庭環境がひどくて、いやもうこの家庭環境はもう今すぐにでも改善せねばっていう子も結構いましたね。うん、まあそんな環境なわけですから、もう家に帰っても身も心も休まんないし、学校行ってもなんかね、もうなんか僕が関わってた人はもう学校生活も家での生活ももう本当にクソだったって言ってましたから、うん、それじゃあそりゃもう健全なメンタルなわけねえわ。もうストレスバンバンに来るわ、そんな四六時中ね。そしたらもう飯も喉も通らんわ。うん、ストレスが大量にかかってる状態だとね、もう飯も喉を通りませんから。はい。というわけで、食欲もどんどん減ってってね。だから食欲が増すってことはないのかな、ストレスが溜まってって。俺の場合は違うけど、怒りの感情だからな、俺の場合は。うん。でも、メンヘラの人たちっていうのはもう怒りの感情というかもうとにかく自責の念ですから。はい、4つ目、薬を飲む理由。まあだってもうそんなもう精神状態なわけですから、逆にもう薬を飲まないともう精神が崩壊してしまいます。はい、なのでまあ薬を彼らは飲んでおります。5個目、学校に行けない理由。なおして不登校なの？まあこれは学校に行くとね、もう理論では説明できないんだけど、もう彼らはもう学校に行くと、もうとにかくなんて言うんだろうな、動機というかもう心臓の心拍数が上がりまくって、もうとにかく学校にいるのが超苦痛なわけですよ。もうどれぐらい苦痛かっていうとね、もう怪児って知ってます？あのギャンブラーの、まあ怪児が借金背負わされて、まあ、地下労働生活される話なんですけど、もうそのね、怪児の地下労働と同じぐらい、もう例えるならそれぐらい苦痛なわけですよ。そしたらもう学校になんか行けるわけない、そりゃ。もう地下労働、地下帝国でもうね、一日中労働してるようなもんだから、彼らにとっては。そりゃもう学校に行けるわけなんかない。俺でもそんな無理だよ。多分。そんぐらい、もし俺がね、そんな地下労働生活と同じぐらいの苦痛を学校に行った時にガーンって来たら、もう学校なんか俺行きたくなくなりますよ。もう次の日にでも俺はもう退学届出してるもん、多分。ああ、先生。もうなんかもう地下労働、まあいいや。はい、まあそういうわけでね、まあ以上大まかに5つほど言わせていただきました。あとまあ精神が不安定なわけですから、メンヘラの方々は。だからはっきり言う、なんて言うんだろう、ずっと自分のことを支えてくれる人っていうのを、甘えられる人っていうのを、まあ、病んでる人は求めてるので、はい、まあそんな感じです。はい、私の説明はもうかなり下手くそなんですけれども、まあ少しでもね、病んでる方々のことを分かっていただけたらと思います。僕自身ね、まだもう2年ぐらいも結構病んでる方々とだけね、かなり関わってきましたけど、今まあ一応普通の人とも、まあ何割かは関わってきたけど、まあほとんどね、僕のツイッターも闇垢の人が結構いるんだよね。まあ結構分かってるつもりでも、まあ多分7割か5割ぐらいしかまだ僕も彼らのことを知れていないのかなとも思いました。はい、というわけで、少しでも彼らに対する誤解とかそういうのが解けたらなと思いました。それでは皆さん、さよなら。